日本語のハングル表記では、日本語をハングルに転写、本字する方法を解説する。なお、ハングルについて、全近代及び近代に関する文脈では、音門、北朝鮮に関する文脈では、諸尊グルと呼称することとする。早回信号近代以前に日本語を音門で表記した例としては、1676年に刊行された都市会信号がある。 対話体で編まれた日本語学習書で、日本語の例文に、音文で発音を示している。特徴として、猿の表記に、等縦に合成した文字を用いたこと、後頭の濁音は、や、このように、新字母の左上に、を合成して表し、後中の濁音は、前の文字に、のパッチムを補って表したこと、座行音を、で表したことなどが挙げられる。日本統治時代の朝鮮では、 1912年に朝鮮総督府が定めた普通学校用音文鉄字法で日本語の音文表記について触れられており、落音はこのように日本式の落点を用いて表し、つわ、つわで表している。この表記法は1921年に普通学校用音文鉄字法対応として改定され、つがに改められたほか、落音は のように反落点を用いて表し、長望音を超音符で表すようになった。1930年に定められた、音門鉄字法では、菅に改められて、現在の表記に近づいている。大韓民国では、1948年に文教部によってが定められ、日本語についても規定された。この規定による日本語のハングル表記には次のような特徴があった。 この表記法は、原音主義を掲げたものだったが、一般人には難しく、定着しなかった。その後、1986年に、国立国語院によって、現行表記の根拠となる、が定められ、現在に至る。ただし、外来語表記法の表記は、実際の日本語の発音と乖離しているなどの意見も、あり、これに従わない表記が用いられる場合も、少なくない。一方、 朝鮮民主主義人民共和国では1956年にが定められたが日本語についての規定はなかった。1958年に1969年と1982年にが制定され2001年に現行表記の根拠となる外国語表記法が定められた。1982年版の外国語表記法による 日本語のチョソングル表記には次のような特徴があった。次に示すものは、韓国の国立国語院が1986年に制定した外来語表記法における日本語の表記法である。このうち、第2章表4におけるニャニュニョの表記については、2014年の改定により追加されたものである。第2章表4、編集第3章第6節編集表4に従い、 次の事項に留意し記す。第一項即音はで統一して記す。第二項調母音調母音は表記しない。第四章、第二節、編集第四項、中国及び日本の地名のうち韓国漢字音で読む汎用がある場合はこれを許容する。第四章第三節、編集第三項漢字使用地域の地名が一つの漢字で成り立っている場合などは重ねて記す。 次に示すものは、北朝鮮の国語事情委員会が2001年に定めた表記法である。語中、語末の家行音と多行音は、ノートで表す。ただし、合成語に関しては、語中でも平音で表す。即音は、後ろに家行音が続く場合は、それ以外は、ノーパッチムで表す。発音は、後ろに母音が続く場合や何も続かない場合は、それ以外は、 のパッチムで表す。2017年6月時点の四谷駅の案内。外来語表記法に基づく四谷の表記は、だが案内により、図の表記に揺れがある。現在、韓国の報道機関や一般出版物のほとんどは外来語表記法に従っているが、それ以外の分野においては外来語表記法と異なる表記が使用されるケースもある。例として、 かつての表記法が混用されたり、翻訳者の言語感覚に従って、表音的に表記される事例も少なくない。人名等については、外来語表記法と異なる表記が、所属事務所などによる公式な表記と認められている例もあり、朝鮮語版 Wikipedia でものように、一部で外来語表記法とは異なる表記を使用していることがある。また地名についても、 日本国内の訪日旅行者向けハングル案内において、しばしば外来語表記法と異なる表記が用いられ、結果として同じ名称でありながら、複数の表記が混在する例も見られる。以前から韓国社会に浸透している日本語については、や、など、現行の外来語表記法とは異なる表記が、慣用的に標準語と規定されているものもある。なお、 外来語表記法及び口述の、再礼愛、金広し坂史日本語表記法では、現代語でも使用される、ゃ呪女の表記が規定されていない。ただし、一般には、蛇行の規定を順用して表記される駅。韓国の国立国語院の外来語表記法における表記法と、1983年に発表された、再礼愛、金広し坂史日本語表記法。 北朝鮮の表記法の違いは次の通りである。ありがとうございます。